ホール技、ピンホール技、または抑え込み技は、プロレス、レスリングの試合で、相手選手からピンホールを奪うために使用されている技である。ホール技はプロレスにおける試合の決着方法の一つである、ピンホールを相手から奪う目的で相手に仕掛ける技の総称である。大まかに分けて、以下の二つのパターンに分けることができる。 何かしらのプロレス技を相手にかけることにより相手にダメージを与えた上でピンフォールを奪うためにフォール技を仕掛ける。この場合、事前にかける技が事実上のフィニッシュホールドであり、フォール技はあくまでピンフォールを奪う手段としてかけたもので、ダメージ等を重視しないシンプルなフォール技が使用される。体固め、肩エビ固め、エビ固めなどがそうである。相手の一瞬の隙をついたり、 相手がかけてきた技を切り返して、ホール技をかけ、意表をつくことによって相手からピンホールを奪う。少しでも相手に返されにくくするため、相手を腕や足を掴んだり、体をくの字に丸めたりするなど複雑な形が多い。また、素早く相手にかける技も多い。一般的に丸め込み技やクラッチ技と呼ばれ、これにより勝利を奪う。 あるいは奪おうとする行為を丸め込む、クイックと呼ぶ。丸め込み技を参照。この他にジャーマンスープレックス、パワーボム、ダイビングボディプレスなど、技自体でピンホールを奪うことができる投げ技や飛び技などがあるが、これらは原則ホール技に含めないが、講義のホール技では含む場合がある。クイックは、一瞬の隙をついて、相手を抑え込み、ピンホールを奪って勝利する行為である。 格下の者のが格上の相手に勝つ場合に使われることが多い用法であり、格上の者がホールを奪いに来た際に隙をついて丸め込んで逆転勝利するといったものである。大技で格上の相手に大きなダメージを与えた上でのスリーカウント勝ちやギブアップによる勝ちではないため、実力的に相手より上回ったことを証明するような勝ち方ではないが、勝ちは勝ちである。 という意味がある。主に一瞬の逆転技であるため、対戦相手の名前にもそれほど傷をつけることがない。クイックを使用し勝敗を決することで、両者間での構想アングルをより本格化できる利点がある。また、若手の格上げの第一段階に使われる。その他にも、試合終了時間が迫ってきた時に丸め込みの応酬を行ったり、タッグマッチなどで仲間割れから丸め込んで、 決着するなどのポピュラーな要例がある。また、若手が明らかに格上の相手に挑戦するときなど、初めから丸め込みを狙う場合や、どんな相手にも丸め込みを仕掛けるレスラーもいる。かつては、NWA が健在だった時代は、パッド・コーナー、リック・フレアーらの NWA、世界ヘビー級王者によって、クイック技での決着はよく行われていた。これは、 挑戦者がその地区ではベビーフェイスであり NWA がそれら各地区の連合体であるためクイック技や王者反則負け防衛という挑戦者に傷をつけない防衛手段が必要とされていたためであるクイック技で決着した主な試合以下の記述でエビに固めるとは仰向けになった相手の足を前屈状態で区の字に折り曲げ固める体制のこと エビを上下にひっくり返した状態からこう呼ばれる。体固めでフォールに入るアメリカ海兵隊員のレスラー。フォールを狙う選手とブリッジでフォールを防ぐ選手。体固めまたはカバーは最も基本的で多用されるフォール技である。通常は技を受けて仰向けに倒れている相手の上半身に覆いかぶさるように自分の上半身を重ねて体重を乗せ 両肩が上がらないように固めて、レフェリーにカウントを取らせる。横四方肩や傾斜肩、または縦四方肩でがっちりと固めない限り相手に、返されることも多いが、エンターテイメント性を重視するプロレースにおいては、体固めを返す攻防も見せ場の一つとなっているため、あえて追いかぶさるだけの体固めが使用される場合も、ある。この技を受けた選手は、 ホール負けを避けるためブリッジや体を回転させることによって切り返す。全日本女子プロレスの新人同士の試合は、この技で決着がつくことが多かったので、全女式体固めとも呼ばれていた。これ以外にも、特殊な体勢でホール勝ちを奪った場合に、総じて式体固めと記録される。体固めの体勢で片足を取り、エビに固める技。より返しがたく、 容易に繰り出せるため多用される。変形エビ固めで相手をホールするケンアンダーソン。プロレスで相手レスラーの両足が上に上がった状態でエビに固める技。現在はパワーボムで相手を叩きつけた後、そのままピンホールの体勢に持ち込む場合に多く用いられる。ジャンボツルタは片手で相手の片足を、両足で相手のもう一方の足を抱え込む形でのエビ固めを、 フィニッシュに用いていた。重心が相手の両肩から首付近へ移動し、より強くマット状に固めることができるため返しがたい。レスリングでエビ固めというとクレードルのことである。レスリングにおける逆回転のがぶり返し、この後赤がホールを狙う。レスリングで用いられるホール技。ガブリの体勢から相手の片腕と頭部を 両腕で抱え込む柔道でいうところの肩三角グリップの体勢から相手の頸部を締めながら抱え込んだ相手の腕側に相手もろともを転し両者を向けになって相手をホールに追い込む。レスリングでは締め技は禁止だが相手の腕を両腕の中に入れた場合は締め技とみなされずサブミッションの精度もないので締めで苦しい相手はホール負けを強いられる。 フォール前に締めで気絶した場合は、負けとはならないで試合が再開されることがあり、1990年レスリング世界選手権、東京大会でこのケースがあった。後にアナコンダチョークと呼ばれた締め技と同じ、形態である。逆回転に回る場合もある。柔道でいうところの俵返しであるレスリングの投げ技、ガブリ返しとは異なる技である。クラッチ技とも呼ばれる。クラッチは、 英語で、しっかり掴むを意味し、プロレスでは、相手の手首を掴んだり足を絡めることにより、相手の体を、くの字に固める技は総称して、クラッチ技と呼ばれる。逆さ抑え込み逆さ抑え込み相手と、背中合わせの状態で立ち、背後から相手の両腕を絡めて、前鏡になり、相手を、自分の背中越しに、前方へスライドさせ、エビ固めの体勢に持ち込む。 主な使い手は、藤波達治、西村治堀口元気、曲子式など、アメリカでは、バックスライドと呼ばれる。かつては、ハイアンバッククラッチホールド、ローリングバッククラッチホールドとも呼ばれた。バリエーションとして、火災順の途中でクラッチを切り頭から落とした上で、ホールする、バックスライドボム、塚本匠のゴリースペシャルから両、 手首を掴んだ状態で相手をゆっくり滑り落として、抑え込む、高角度逆差を抑え込み、坂崎ゆかの片足を巻き込んだ状態で抑え込む、足取り式逆差を抑え込みなどがある。スクールボーイたじりによる、スクールボーイ。相手の背後から、股の間に手を入れて、片足を抱え自ら後方に倒れ込んで相手を倒し、相手をエビに固めつつ、体重をかけて抑え込む。 相手の背後に立った瞬間に決めることで、相手の意表を突くことができる。女子選手が使うと、スクールガールと呼ばれる場合がある。和名は、横入り式エビがため。学校に通う子供が習う技といった名前の、由来通りの基礎的な技だが、DDT プロレスリング所属の三上はこれを、必殺技に昇華させ、なだれ式、垂直落下式、ジャックナイフ式、起き上がりこぼし、式、 スワンダイブ式、スライディング式、イグチボム式等々、様々なバリエーションを開発している。ジャックナイフ仰向けで寝ているの相手の足側に立ち、相手の両足を掴み、そのまま相手を飛び越えるように前転し、ブリッジするように着地、それにより相手をエビ状に丸めて状態にして、ピンフォールする。アメリカでは、ミスターレスリング2号ことラバーマンジョニー・ウォーカーが、得意とした。 ジャックナイフ固め、ジャックナイフ式エビ固めとも呼ばれる。派生技として、片足だけを掴んで仕掛けるハーフジャックナイフや、小川義成が考案した相手の足を4の字のように交差させて繰り出す4のアザジャックナイフ、小橋健太のパワーボムからジャックナイフに固めるパワージャックがある。ローリングクラッチホールド前鏡の姿勢をとっている、相手の上を飛び箱を越えるようにジャンプ。 飛び越えながら腰にしがみついてそのまま相手ごと前方回転し、エビ固めに決める。日本マットでは吉村同盟が多用し有名になった技。自分がエプロンに立ち相手が突っ込んできたところをトップロープ越しにこの技を決めるという攻防は初期のプロレスでは定番だった。テリー・ファンクは1983年8月31日の引退試合でトップロープから ダイビング式を決めた。俗に回転エビ固めとも呼ばれる。スモールパッケージホールド首を巻かない、変形のスモールパッケージホールドで相手をフォールするレスリング選手。正体する相手の首に自分の左腕で巻いて上半身をかがめさせ、そのまま自分の右足を相手の股の間に滑らせるように入れて相手の右足に引っ掛け、自分の右足を左足でロック。 同時に、相手の左足を右腕で外側から抱えるようにして、その勢いで相手を自分の後方に前転させて、エビに固める。日本語では、小包み固めもしくは首固めという。マササイトウは、合わせ界ヘビー戦でラリーズビスコをこの技で破り、世界王座についた。マルフジ制はさらに右腕で、 相手の左手を掴んだ完璧首固めを使って、秋山ひとしを破り、GHC ヘビー級王座を獲得した。淵正信は腕で相手の耳を塞ぎ、カウントを聞けない状態でホールする。矢野通は前鏡になった相手の首捉え、足を払い前方へ回転させながら丸め込む、裏霞を使用している。棚橋博は相手に向かって走り込みながら、首固めに持ち込む。 電光石火を得意としている。同型の技として、カジトマトがスピードという名称で使っている。スモールパッケージドライバー自分の右手で、相手の左足を抱えて、フィッシャーマンズスープレックスの体勢に持ち上げ、ジャンプしながら、空中で相手の右足に自分の右足を絡めて、スモールパッケージホールドの体勢になり、垂直落下で相手を後頭部から落とす。 そのままフォールに持ち込むこともできる。タイラー・ブラックがコッツラスト・ギフト、クシダがバック・トゥ・ザ・フューチャーの名称で、それぞれ使用。カサドーラ・メキシコル・チャリブレ発祥の技。立ち状態の相手に、前方から、うつ伏せ状態のまま自分の両足を相手の脇に入れるように飛びつき、そのまま空中で相手の股の下を通るように、前転、手で相手の両足を捉えて、エビに固める。 飛びつく、際の動きが、ドロップキックと酷似しているため、相手の意表をつくことが多い。飛びつき前方回転エビ固めと言われる。派生技として、藤本つかさが使用する、相手の足の外側を抜けて前転しエビに固める、つかドーラなどが存在する。サムソンクラッチ不行行動が、サムソン不行と称していた時期に考案したことが、名称の由来。他にスペルクレイジー。 ええ遥んはるか、ももたみらが得意とする。平柳玄やなぎはエスプレッソの名称でしよう。立った相手に対し、自身の頭部を相手の正面足元になるように仰向けで自身が倒れ、自分の両足を髪型へ高く差し出して、その両足をそれぞれ相手の脇の下へ入れて、相手の胴をクラッチ。同時に、両手でそれぞれ相手の両足を捕まえ、その状態で、 自身の上半身を起き上がらせ、その反動で相手を前方へ回転させながら倒し、仰向けの相手に後ろ向きで馬乗りになった状態で、相手の両足を両腕で抱えた状態でのエビ固めでピンフォールする。ソルプレッシャ倒れ込み式前方回転エビ固めなどとも呼ばれる。主に相手にバックを取られた際の切り返しとしての使用がほとんどで、その場合、 腰のクラッチを切ると同時にそのまま滑り込むように、自らマットに倒れ込んで決める。一方、スペルクレイジーはバックを取られた、切り返してではなく、相手から技を食らって、自身がダウンした後、立っている、相手の隙をついて決めることが多い。メキシカンローリングクラッチホールド立ち状態の相手に、対し、肩車のように相手の肩の上に乗り、そのまま前転。相手を倒しつつ、 相手の股を潜りざまに手で、相手の両足を掴んでエビに固める。入り方としては、相手の背後から、飛び箱の要領で肩の上に乗ることが多い。日本では高角度前方回転エビ固め、メキシコ式回転エビ固め、メキシコでは、ウラカンラナとも呼ばれる。藤波達次は、ドラゴンローリングの名称で使用していた。大似たチ手がチャボゲレロから、 NWA インターナショナルジュニアヘビー級王座をダッシュした時のフィニッシュである。また、漫画、アニメ作品では、筋肉マンで主人公の筋肉すぐるが、超人オリンピック決勝でロビンマスクをこの技で下して優勝した。裏勘、ラナインベルキダ相手が立ち状態の時に、前方から肩の上に飛び乗りそのまま、後転相手の股を、潜りざま相手の両足を、 自分の手で捉えて、エビに固める技。ウラカン・ラミレスが開発した。日本語では高角度後方回転エビ固め、また単に、ウラカン・ラナとも呼ぶ。なお、メキシコでは、ウラカン・ラナは、上記メキシカン、ローリング・クラッチを指す。相手が立ち状態の時に、後方から肩の上に飛び乗り、そこで座ったまま180度回転し、ウラカン、 ラナ・インベルティダに移行する例ミステリオの得意に、ミステリオ・ラナなど、派生義がいくつか存在する。ヨーロピアンクラッチ相手の背後に立ち、股間から相手の両手首を掴んで引き、自分と相手の両足をクラッチさせ、エビに固める技。仰向けに倒れている相手にもかけることができる。日本では、ビル・ロビンソンが使用して、以来普及した。近年ではザック、セーバー・ジュニアが多用している。 ヨーロピアンレッグロールクラッチ、欧州式足折り固め、欧州式回転足折り固め、欧州式回転エビ固め等とも言う。ローリングバッククラッチ相手の背後に立ち、自分の両足首を相手の両脇に差し込んで後方へ回転、自分と相手の両足をクラッチさせエビに固めた状態でブリッジする。主な使い手は、パッドーコーナー、ピート・ロバーツ、藤波達治、 西村治む、初代タイガーマスク、腰中四郎、サナダなど。日本語では回転足折り固めという、ジャパニーズレッグロールクラッチ前述のローリングバッククラッチと最終的な抑え込み方は同型だが厳密には違う技。うつ伏せに倒れている相手の両脇に自分の両足首を差し込み、そのまま体を反転させて相手の体を仰向けにひっくり返し、 自身が後方へブリッジすることによって、相手をエビ固めに丸め込む。アントニオノキがカールゴッチからピンフォールガジュを奪った技でもある。日本式回転足折り固めとも言う。軌道クラッチ軌道ムが開発。相手を脇固めに捉えた時に、前方回転で逃げる勢いを利用し、そのまま腕と足をクラッチして、エビに固める。大技での決着しか歓迎されずに丸め込みでの、 勝利には、ブーイングも上がるようになった1990年代以降においても、キドのそれは、例外的に絶大な説得力を持った技だった。フィニッシュホールドとしてだけでなく、相手が脇固めに来たところを、するりとキドクラッチに公式がつけば、キドが丸め込んでいた、という光景が以前はよく見られた。キド以外の使い手としては、女子プロレスラーのキャロル・ミドリが数度使った他に、ルサムライが、 サムライクラッチとして使用している。デルフィンクラッチスペルデルフィンが開発した固め技。仰向けに倒れている、相手の頭部正面に立ち、相手の両腕を交差させた上に、自分の曲げた右足を乗せて、相手の両腕と首をクラッチ。さらに相手の両足も交差させて、右手で抱えるようにエビに固めた状態で見えを、切りながらフォールする技。シーマは、デルフィンとの対決前に、 エルフィンの素顔は、おこぜみたいと、挑発のために、銅技を、おこぜクラッチとして使用したこともある。下道クラッチ下道が開発した固め技。キャメルクラッチの体勢で、相手の状態を反らしつつ、首を下に押し込むようにして、相手の体を前方半回転させ、前方に重心を移動、エビに固める。この時、技をかけている方は、腕立て伏せのような姿勢となり、全部で、 相手の背中を押しながら、両足で相手の両肩を押さえ込んでいる。竹村強氏の無駄クラッチ、北条帰りの4173も同型。また、柏大五郎や松本と、大地らのように自身の名前を冠して使用する選手もいるが、いずれも同型である。ガンノスケクラッチミスターガンノスケが開発したオリジナル技。相手の脇の下に自分の首を入れ込み、 片腕を絡めて自ら前方回転、片足を引っ掛け、相手の体をエビに丸め込む。ストム多すぎのナターレビアンコ、演歌のランヒエイ、コフィキングストンの SOS はこのムーブを高速化し、マットに叩きつけるように見舞うもの。トルネードクラッチメンズ帝王が開発したオリジナルザ。飛行機投げの状態から自分も横回転し、 頭と足をクラッチしたまま肩エビが固めに捉える。ラマヒストラルディフェンスポジションを取る。相手の左腕をつかみその脇に左足を入れて、背中をまたぐように内側に回転。左腕を引っ掛け、相手の頭方向に前転し、相手の右腕を取りつつ、相手をひっくり返して、エビに固める。意表をついて、迅速に極めることができるので、ピンホール率が高い。 ペペカサスが開発した。ペペの息子ネグロ、カサスやフェリーのヘビーメタルなども使用し、カサス家を象徴する技として認知されている。日本ではウルティモドラゴンの使用で1990年代にジュニアヘビー級を中心に普及。現在では多くのジュニアヘビー級のプロレスラーが使用している。ウルティモは派生技としてウララマヒストラルという技も開発している。 別名たつまき式横回転エビ固め。類似技として、ディフェンスポジションを取る、相手の側面から、相手の腕を巻き込まずに、手前側の肩と奥側のももを掴んで相手を飛び越えるように前転し、その勢いでエビに固めるオクラホーマロールなどがある。回転編エビ固め首投げのように相手の頭部を片腕で抱え込むと同時に腰をひねりながら、相手を前方へ回転させながら投げ、 同時に、自身もそれに合わせて前転するように倒れ込み、その最中に、もう片方の腕で、相手の片足も抱え込んで、仰向けに倒れた相手の上に、仰向けで乗った格好で片足と頭部をそれぞれ、両腕で抱え込んだ状態で、ピンフォールをする。小川義成が得意とし、4のアザジャックナイフと並ぶ、小川の代表的な丸め込み技。GHC ヘビー級王座。 GHC ジュニアヘビー級、タックオーザをそれぞれ初ダッシュしたのもこの技。他にもノア系の選手が切り返し等で時折見せることがある。相手の頭部を抱えている腕で、相手の片腕をつかむ、腕取り式回転編エビ固めのバリエーションもある。巻き込み式編エビ固め巻き投げのように、正面から相手の肩脇に、自らの片腕を絡ませ、同時に腰をひねりながら、 相手を前方へ回転させながら投げ、同時に自身もそれに合わせて前転するように倒れ込み、その最中にもう片方の腕で相手の片足も抱え込んで、仰向けに倒れた相手の上に、仰向けで乗った格好で片足と頭部をそれぞれ両腕で抱え込んだ状態でピンフォールをする。回転変え火固めを巻投げで応用したような技。数林が巻投げ固めの名で決め技の一つとし、 他に、熊野としが得意とする。巻き投げ固め、巻き込み式回転平にエビ固め、巻き投げ式辺エビ固め、巻き投げ式回転エビ固めとも呼ばれる。ステップオーバーアームシザース四つんばいの相手の左から、左足を相手の左腕にかける。両手で相手の右手首を持ち、後方に両足で相手の左足を挟みながら、うつ伏せになるまで倒れ込み、 相手を反抗点させエビ状態にして、相手の両肩をマットにつけさせ、ホールに追い込む。柔道の三船急蔵の裏方と同様の工程、形態の技である。別名横十字固め、十字固め。回転十字固め正面から相手に走って、相手の脇の下をくぐるようにしつつ、腕につかまって、そのまま両足を振り上げて、相手の背中越しに、逆の腕に絡め。 そのまま相手を後ろに倒して、両腕を固めたままステップオーバーアームシザースに持っていく技。ルチャリブレではよく使われる、丸め込みで相手の状態を問わずに頻繁に使われる。また、丸め込み技ではあるが、相手を後ろに勢いをつけて倒すことによって、後頭部にダメージを負わせる技としても成立している。のは下牢や大畑美の逆打ち、ドラゴンキットのバイブル、虫キング。 テリーのストライクバックなどがそれに当たる。この技への防御として倒されそうになった時に踏ん張り、自らの体重を相手にかけながら倒れ込む方法がある。対角差がある場合に、このような返し方をされることが多く、仕掛ける側のリスクが高い技である。クレードルクレードルでホールを狙うレスリング選手。片腕で相手の頭を抱え、 もう一方の手相手の太ももを抱えクラッチし、前方に回転しつつ、相手を丸め込みホールを狙う技である。レスリングでの別名呼び固め。柔道での別名カスガロック。ローリングクレードルテリーファンクの得意技である。別名ユスリース固め。グラウンドコブラツイストホールドグランドでのコブラツイスト様な形態のホール技。走ってくる相手へのカウンターとして使用されることも、 多く、近年は一発逆転の丸め込み技の代表格の一つにもなっている。藤並達次、西村治、志賀健太郎、石川真也などは使いて、レスリングではボディプレスや地獄固めと呼ばれているフォール技である。単にグラウンドコブラツイストとも呼ばれることも多いが、アントニオ猪木が使用する相手を締め付けてダメージを与える。 形のグラウンドコブラツイストも存在するので混同を避けるため、ホール技の場合は、グラウンドコブラツイストホールドが正式名称である。別名寝技式やばら折り固め。ウィングクラッチホールド、クラカキツバサが開発した、オリジナル技。逆さを抑え込みで丸め込んだ後、エビ固めの状態になった相手に対して、ブリッジの要領で背中から追いかぶさる。その他に、 武士が武士ロールの名称で決め技として使用している。ギブソンクラッチロバート・ギブソンの得意技。仰向けの相手に対し足四のあざ固めを仕掛けた状態から後ろを向き、片足を捉えた状態から後ろに倒れブリッジで抑え込む。主な使い手はクラッシャー高橋、ダービー・アリンのラストサバーも同型。ブリッジではなくそのまま後ろに倒れ込むバリエーションを高梨正宏は、 上ばの青い光は最後の晩餐としてそれぞれ使用。ありがとうございます。